先日地下鉄に乗ったんだが、座席は満席だったので、ドアの近くに立っていたんだ。目的の駅まで8駅ぐらいあったんだが、残り6駅ぐらいで白人さんがご登場。土地柄、外国人が多いので、さして気にするでもなく突っ立ってたんだが。そしたら、自分から人一人分開けて、その白人さんがごそごそしだした。おもむろに取り出したのはピンク色の多分 DS っぽいの。当方、目が悪いのでよく見えなかった。ソフトは自国の言葉なのかなと思いつつ、残り4駅で日本人の少年がご登場。少年が白人さんの側を通り過ぎようとした時に、どうやら DS もどきの存在に気づいたらしく、立ち止まるや画面をガン見。残り3駅になると、白人さんが少し慣れたような日本語で、英語、わかる？と、小声で少年に話しかけてた。あいにく少年はわからないようで、プルプルと頭を横に振り、画面をまたガン見する作業に戻ってた。白人さんは、あまり気にする風でもなく、どうやらゲームで失敗したであろう時に、少年の方を見て苦笑い。それに気づいた少年は肩をすくめてた。目的の駅で、自分と白人さんと少年は降りたのですが、なんだか言葉がいらないコミュニケーションを見て、妙に和んだ最近でした。俺の知り合いのシチリア人は、大の日本通のつもりだが、いつまで経っても、新橋と新宿の区別がつかなかったりする。それなのに、安請け合いで、仕事関係の人のガイドなんか引き受ける。この間は、急に電話で、明日、大阪を案内するんですが、大阪って、山手線の何駅で降りればいいんですか？と来たもんだ。